研究室から外に出られたけど、ここもまだ中庭みたいだね。さっき生成した3をどこで使うのかしらね。おい、うようよ敵がいそうだぜ。この箱は、食堂にあったものと同じっぽいわね。ってことは、動かしてあの出っ張りのところまで移動させれば良さそうだ。同じ箱がいくつかあるな。よし、一つ目。これで二つ目っと。そしてこれで最後だね。あれ、何か起きましたっけ？いや、うんともすんとも言ってないわね。ここのドアが開いてるとか？ How do I？ そうじゃないみたいだね。どこか見落としたところがあったんじゃない？あ、こっちのドアに行くのかな？そこもダメみたいだな。またしても足止め食らってるわね。もしかしたら、箱をちゃんときれいに四角の枠に収めないとダメなんじゃないか？そんなことがあるわけ？あたー。なんてことはない。お前のダダくさな性格のせいだったな。小さなことを気にしない性格と言ってくれたまえよ。神は細部に宿るというでしょうよ。よし、これで三つ全部の箱が作動したね。レバーみたいなものが出てきたな。わかってますよ。これを動かせってことでしょ。の割には、さっきの箱の下りも私たちいなかったら完全にはまってたぜ。さ、確かに。褒めて使わせて。お前の目玉？レバーを動かしたら敵が現れたわね。トラップみたいになってるのかもな。これが、最後のレバーだね。金庫が開いて、中に鍵がありそうだな。めっちゃ敵がうようよしてる。木の鍵だってさ、木の部屋は確か右側のドアの先だったよね。ここは楽勝だったな。お前が言うなよ。確かに気が鬱蒼としているわね。木の部屋だけにな。あ、またあの道具屋の箱があるぜ。この道具屋は何匹もいるのかな。いや、意外と箱が中で繋がってて、いろんなところに行き来できるのかもよ。品揃えはさっきと変わらないね。欲しいものは買えないし、今は用事はなさそうだ。What are you looking for? あ、上の方にまた怪しげなろうそくが置いてあるわ。幽霊をとっ捕まえて吸収する謎のミニゲームだな。スマホを移動させながら魂を探すんだったよね。Nothing. Where is it? あ、今一瞬見えたわよ。Nothing. あれ、いないな。Where is it? お、ここかな。見つけたぞ。あとはあの子を吸収してあげないとね。ちょ、逃げなくてもいいじゃないか。怪しいものではありません。夜中に廃屋でスコップ握って走り回ってる奴は限りなく怪しいけどな。あ、吸収できたわね。しかしながらこのミニゲームめちゃくちゃ地味だな。次からは倍速必須ね。この池、何か意味があるのかな。おい、何か急に飛び出てきたりしたら嫌だからあんま近づくなって。確かに得体の知れないものが潜んでそうな雰囲気ね。でも、この部屋にはもう他には何もなさそうだね。そういえばさ、さっき錠がかかってるドアがあったじゃない。うん、それがどうかしたの。あの錠をさっき作ったさんで溶かすんじゃない。なるほど、それやってみよう。おお、正解だったね。やるな霊夢。そうでしょうよ。ここは、物置小屋みたいな部屋だな。また薄暗くて気味の悪い部屋ね。虫の羽音が気持ち悪いぜ。ここ、ダクトになってて開けられそうね。でも、何か開けるための道具が必要だな。お、こんなところにバールがあった。うわ、閉じ込められちゃったじゃない。もう後戻りはできないね。あれ、いつもみたいに敵が現れないんだな。そういえばそうね。あ、バールでここを開けられるかも。奥に部屋が見えるぞ。ここは、隠し部屋なのかな。随分と荒れ放題だな。あ、そこの床の裂け目に何かあるわよ。本当だ、何か挟まってるみたいだね。とこれは、なんだろう。A pipe. Wonder where this goes. パイプって言ったら、確かどこかお風呂場みたいなところのパイプが壊れてなかったっけ。そういえば、クラシアン全クラシアンとか言ってたもんな。そうだったね。じゃあこれはそこに使うためのパイプかもね。またあのろうそくが落ちてるよ。あ、また霊の心霊スポットだぜ。マリちゃん霊だけにとかさぶいこと言わないでよ。誰が言うかよ。言ってねえのにお前がそういうこと言うと私が滑ったみたいになるだろうよ。ここにいたぜ。ほら、何も怖くないんだよ。変態っぽいからやめろよ。よし、
これで3体の霊を成仏させることができたわね。全部で20体もいるってことは、少なくともここで20人以上が殺されてるってことになるよな。誰だか知らないけど、子供たちをこんな目に遭わせるなんて許せないわ。ことの首謀者を見つけ出して、必ずツケを払わせてやるぜ。あ、ここに出るんだね。ここならお風呂があった部屋のすぐ近くだよ。この左側の部屋だったな。この奥にパイプが壊れてる箇所があったんだよな。そうだったわね。Looks broken. じゃあここにパイプを設置して。お風呂に張ってた水が排水されてるわね。なんじゃこいつ。気色悪い蛇が飛び出てきたわ。あ、他にも何匹も出てきた。でもこいつだけ色が違うのが怪しいぜ。こいつはやっつけた方が良さそうね。おお、バールの攻撃力すげえ強い。無敵で瀕死だな。これで、とどめだ。おお、これはなんだ。明らかに重要そうなアイテムだね。とりあえずアイテムボックス開いて調べてみましょうよ。うん、そうだね。巻物みたいね。魔法陣的なものが書かれてるね。魔法陣、そういえばどこかのドアにこれと同じものが書かれてなかったか。そういえばそんなドアがあったよね。確か、この調理場を抜けた先だったわよね。Have made quite a mess of things. おい、また正体不明の天の声だぜ。こいつは誰なんだろう。 I do. Look, I'm sorry I'm in your house, whoever you are. Believe me, I'd rather be someplace else. Why are you destroying all of Victor's creatures? ここにいる化け物はビクターが作り出したものなのね。 Associate of mine. I don't know.Why are his creatures trying to kill me? It's part of a greater plan. いろいろな計画だと、めちゃくちゃ中二病っぽいこと言い出したわね。I find that hard to believe. What you believe means very little to me. What I need is for you to stop disrupting order in my house. Or what?Or, I'll kill you. 想像しうる最悪の方法で殺すですって。そんなことで私たちがビビるとでも思ったのか。っていうか逆に火がついたよね。偉大な計画か何か知らないけど、身勝手な理由で罪もない人を襲ってたってことだよね。こんなことは終わらせなきゃダメだよ。おお、あんたいつになくやる気じゃない？映画版ののび太みたいに急にかっこよくなるなよな。とりあえず一つだけはっきりしたことは、今の声の主が私たちの敵だってことだな。そして、おそらくここで起きてることの首謀者ってことね。僕が必ず見つけ出して、すべて終わらせてやる。そして溢れ出るボス戦艦ね。あ、こいつが噂のビクターか。なんかすごく焦ってる感じね。めっちゃ怒ってるやん。クローズ様、確かこの屋敷はクローズ家だって書いてあったわよね。ビクターはこの屋敷に雇われてたか何かなのかな。様付けで呼んでるってことは、ビクターはクローズ家のものじゃないのかもね。Yeah, the gross things that keep trying to eat me. I'm just trying to get out of here. Alive, preferably. So.It's you who's been destroying my children. Well, yeah, but just because they're trying to kill me. That's what they're supposed to do! かか顔がすごいことになってるな。け、健康状態に何ありな顔ね。しかもかなり危なげなことを口走ってるわよ。こいつも中二病患ってる口か。この屋敷は中二病の洞窟ね。ちょ、近づいてくるわよ。新種っぽい敵が出てきたぜ。ビクターの春の新作ね。バカなこと言ってんじゃねえよ。向こうはやる気満々っぽいね。いいでしょう。迎え撃って差し上げましょう。画面のアイコンを全部タップしろってよ。ボスにはボス独自の攻撃方法があるんだってさ。なるほど、ビクターの場合はこれなんだね。でも、どうやって戦えばいいんだろう。とりあえず攻撃しようにも、あいつに近づかないことには戦闘にならないもんな。あ、そこにレバーがあるわよ。なんかよくわからんけど、とにかく動かしてやる。あ、ビクターめっちゃ怒ってるぜ。装置を壊されたからね。ニートが母親にゲームのセーブデータ消された時のような激高っぷりだな。さすが中二病患者ね。僕がその中二病を治療して差し上げよう。なるほど、元患者だもんな。そうそう、ニックネームは片人だめだ、元中二病じゃ。たく、ボス戦なんだからもっと緊迫感ある感じにしなさいよ。あんたが勝手にノリツッコミ差し込んできたんでしょうが。ところで、こいつらは倒した方がいいのかな。お、K
結構硬いなこの敵。ビクターが万を喫して開発した新種らしいからね。敵を倒すと何かヒントになるアイテムがドロップするのかな。特にそういうことはないみたいだな。こいつらは倒しても次から次へと湧いてきそうね。ここにもレバーがあった。根深さが増したみたいだけど、何の意味があるんだこれ。でも、とにかく何とかしてビクターに近づかないと、今の状態ではダメージすら与えられないもんね。こっちの装置は動かしても壊れなかったな。向こうの装置は断線して壊れちゃったのにね。こっちはちゃんと電気が通ったみたいだね。そしてこのイカにも動かしてくださいって言わんばかりの怪しい装置はなんだ。多分、あそこの電気が通ってるところまで運ぶんじゃないかな。ほら、電気が通って動き出したよ。でも、これをどうしろと？この装置は蓄電機じゃないのかな。これに電気を貯めて、壊れた向こう側の装置に電気を流すのかなって思うんだけど。なるほどな。それならさっきの断線の下りが生きてくるもんな。この敵の攻撃の雨あられの中、装置を動かすのは難儀なことね。そうだね。さあ、早く動かそうぜ。わかってるんだけど、こういう時に限って焦って操作ミスを。装置を動かしても電気が溜まってるわね。ってことはさっきのお前の予想が当たってそうだな。急げ、こういう時ってめっちゃもどかしいよな。さっきから投げてくる緑の煙幕がめっちゃ鬱陶しいわ。これ地味にダメージ受けてるんだよね。今はこっちの攻撃が届かないと思って、めっちゃ調子に乗ってやがるな。もう、邪魔するんじゃないよ。お前はいい子で待ってなさい。よいしょっと、赤戸に引っかかってる。ずらして。うわ、めっちゃ似てるとイライラするなこれ。またかよ。よし、次こそいけるぞ。これでどうだ。あ、プールの中の装置に電気が通ったぜ。プール全体に通電してるわね。でも、これをどうやって使えばいいんだろう。いや、私も全くわからないぜ。特に使えそうなアイテムもないしな。これは完全に手詰まりですよ。あ、ははは、私の罠に引っかかったな。絶対にまぐれだろ。でもしびれを切らしてプールから出てきたわよ。よし、これでようやくタイマン張れるな。あれ、霊夢がやるの？私はこういう卑怯な奴が大嫌いでな。今まで遠くからチコチコ攻撃されてきた分、ここで一気にまとめて返させてもらうぜ。あ、でもさすがにボスキャラね。今までの敵とは比べ物にならないくらい硬いね。いくら硬くてもやることは一緒だからな。私がきっちりと教育的指導をしてやるぜ。教育的指導って、なんだこれ。アイコンを連打しないとどんどんボスが体力を回復しちゃうみたいよ。さてにかなほの。ただでさえ退屈なバトルシーンを長引かせようとしやがって。マリちゃん、それは完全に個人的な事情になっちゃってるわ。いい加減往生しろこの人魚だ。あ、哀れな小林。ゴリゴリの中二病ネームだね。漆黒の翼的な。未だ中二病は進行中だな。これは長期的な視野での治療が必要ね。Welcome to despair, little girl. 何がようこそ絶望へだよ。黙っとけよ負け犬が。あ、何か鍵みたいなのを吐いたみたいね。汚いなもう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。